桜切り紙を使って3月の壁面を飾りましょう。切り紙の作り方は3種4種の型紙付き桜切り紙をご覧ください。まず背景を用意します。ここでは水色の不織布を使っています。次に花の塊になる大きな円を作ります。新聞紙などいらない紙を三角に折って切り取り広げると大きな円ができます。これを木の重なりを考えながら並べます。配置が決まったらマスキングテープを使って上の方を仮止めしておきます。茶色系のクレヨンを使って幹を描いておきます。円の紙をめくって少し長めに描いておきましょう。一番手前になるところから円の中に桜切り紙を貼っていきます。大きい桜の間に小さい桜や花びら、丸く切ったつぼみを置いて敷き詰めます。花の位置が決まったら液体のりで貼っていきます。仮止めしておいた周りの円を取ると綺麗な桜の木ができています。同じようにして隣の桜の木も貼っていきます。木と木が重なり合わないようにするともっと簡単に作ることができます。周りに残った花びらを散らすとこんな感じに出来上がりました。幹があまり目立たなかったので色画用紙に変えタイトルをつけて完成させました。色や大きさの違う桜切り紙をたくさん作っておくといろんな飾りに応用できます。春らしい桜の花盛りの様子を作ってお楽しみください。